第22回手塚治虫文化賞を受賞された皆様は、漫画大賞野田悟様、人生賞板垣パル様、短編賞矢部太郎様、特別賞千葉哲也様です。ゴールデンカムイはアニメが今年から放送中で、いいタイミングでこの賞をいただけたなと思っていたんですけれども、受賞の発表当日、あの山口メンバーの例の件が報道されまして、多分全部吹き飛んじゃったのか、親からも友人からも一切連絡が来ませんでした。本日は作品に登場するメンドリレゴムに扮してのご登場となります。漫画関係者の多くのそうそうたる人たちが集まっていて、改めてすごく大きな賞なんだなと痛感しております。まだ若いんで、これからも全力で漫画を描き続けていけたらなと思います。お笑い芸人が僕の本業なんですけども、こう人前でこううまく喋ることが苦手で、でもそのうまく言葉にできない気持ちを、これからも少しでも漫画で描けたらいいなと思います。本日ありがとうございました。手塚先生のところで5年ぐらいアシスタントやってたという、 その時のエピソードをちょっと話してくれたんですけど、ある時手塚先生が少年マガジンを持って真っ赤な顔して降りてきて、この明日のジョーのっていう漫画どこが面白いんだっつって、その少年マガジンをバーンって床に叩きつけてギュッて踏んだんだよっていう話を私聞いたんですね。だそれ聞いた時私はすごく嬉しくて、私の本も蹴ってもらった、踏んづけてもらったっていうのを聞いて、それから漫画家としてとても自信を持って、あの職業欄のところにちゃんと漫画家って書けるようになりました。